はい、プレイボールどうもやひろじんです。今回は外国人助っ人の途中補強のお話をしていきたいと思います。相変わらず NPB ね、打点がついている状況でございます。未だ助っ人のね、補強の動きっていうのはないんですが、まあやはり今後あるんじゃないかなというふうに思います。で、その中で、現在トリプレイで活躍するマイナー契約の選手。まあ前回、前々回とね、右の外野手、左の外野手と見ていきましたが、今回見ていきたいのは、1、3塁のホットコーナーの選手ですね。まあやはり、外野同様ね、1塁、3塁、この辺は助っ人が多く入るポジションでございまして、やっぱ打力のある選手で言うとこの辺からね、需要もねあるんじゃないかなというところでございますんで、しっかりとねチェックしていきたいと思います。まずはこの選手から見ていきましょう。はい、ではまず一人目はジェイク・ラム。2012年 MLB ドラフト6巡目指名、出身地はアメリカ。1990年10月9日まで33歳、190センチ100キロ、ポジションはサード、ファースト、外野、守る、右投げ左打ちの選手でございます。ジェイク・ラムは2014年ダイヤモンド惑星 MLB デビューすると、2016年にレギュラーをつかみ29ホーマー、翌年には30ホーマーを記録し、主力として活躍します。しかし翌年以降は怪我もあり、成績を落とすと、そこから思ったような活躍ができず、年々消費が減少していき、様々なチームを渡り歩くと、昨年はエンゼルスとスプリット契約を結び、開幕ローサー入りを果たしておりましたが、18試合のみの使用にとどまり、オフに FA、そして今シーズンはここまでパドレスのマイナーでプレーを続けているということになっております。はい、このジェイク・ラム。メジャーで実績のあるね、バッターでございまして、MLB の通算は723試合で2割3分5厘、2309打数の543安打96ホーマー、オーベス 0.753 という成績残しております。はい、まあ、MLB通算90本以上打っている強打者でございまして、レギュラーで出ていた時もありました。で、キャリア編は2017年、149試合で2割4分8厘、536打数の133安打30ホーマー、105打点、 OPS 0.844。 はい、まあメジャーで30本ね打っておりまして、今年はねオールスターにも選出、こうバリバリのメジャーリーガーでありましたが、まあただね近年はなかなか活躍できず低迷しておりました。で、去年も18試合で打率2割、51打数の11安打2ホーマー、 OPS 0.612、 ホームランは2本こそ出ておりましたが、やはりこう低打率というところがありました。で、そういう中で今シーズンはねオープン戦スプリングトレーニングに呼ばれておりまして、開幕ローサー入りをね目指すというところではあったんですが、19試合で打率3割、40打数12安打1ホーマー7打点、 OPS 0.783 と悪くない成績を残しておりましたが、まあローサー入りとはならず。で、そして現在はですね、トリプレーで24試合4割3厘77打数の31安打3ホーマー、 OPS 1.095 という成績になっております。はい、まあ開幕ローサーにはね入れなかったんですが、今現在トリプレーでかなり活躍しております。まあ打率はね4割というところでもう絶好調、しっかりねフォアボールも選んでおりますし、OPSもかなり高い通常を残しております。で、やっぱねサードファースト守れて、外野のねオプションもついているというところでございますから、まあ使いやすい選手ではありますよね。で、さっきの年俸は125万ドル、約 1.9 億円、こうスプリット契約でメジャーに上がってしっかりとね契約を取っていたんですが、今シーズンはマイナー契約の立場、まあ決して手が出ないねところでもないのかなというところではございますし、実績上代ともにね十分な選手かなというふうに思います。まあややね年齢は33歳、今年34歳になるというところで高めではあるんですが、まあでもこれだけね状態がいいと全然候補には入ってくるんじゃないかなというふうに思いまして、注目の選手の一人ではないでしょうか。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて二人目はマイク・フォード。2012年アマチュア FA で MLB 入り、出身地はアメリカ。1992年7月14日まで31歳、180センチ84キロ、ポジションはファースト、右投げ左打ちの選手でございます。マイク・フォードは2019年ヤンキースで MLB デビューすると、少ない打席数ながら12ホーマー、オーベス 0.909 を記録。しかし翌年以降は結果を残せず、2021年にレイズへトレードを経てナショナルズへ移籍、その後 FA となり、2022年は計5球団を渡り歩き、50試合に主将も低打率で活躍とはならず、それでも昨年はマリナーズとマイナー契約を結ぶと、6月に MLB 昇格をつかみ、自己最多となる16ホーマーをマーク。しかしオフに FA となると、今季はメッツとマイナー契約を結びプレーしておりましたが、先日リリースとなっていたということでございます。はい、このマイク・フォード、打力のあるねファーストでございまして、メジャーでは通算235試合、2割1分1厘、637打数の132安打36ホーマー、 OPS 0.727 と、まあそこまでねバリバリメジャーで出ていたわけではないんですが、まあただ少ないね打席数でホームラン36本と長打力と高い出塁率は魅力で、特に去年ですよね、2023年、84試合で2割2分8厘、16ホーマー34打点、 OPS 0.798 と自身ねキャリアハイとなるホームラン数を記録。 OPS もね 0.8 近くあって、しっかりと結果を残しておりました。ただ今シーズンに関してはいい契約は取れず、マイナー契約スタート。オープン戦では11試合で1割8分2厘、22打数の4安打0ホーマー、 OPS 0.444 と、スプリングトレーニングでも結果をね残せなかったっていうところもあって、開幕ローサー入りはならず。で、ここまでねトリプレーで24試合2割9分
7厘、91打数の27安打4ホーマー、オーベス 0.919 と、トリプル A ではまずまずね、活躍しておりまして、やはりね、去年成績残していただけのことはあるかなというところでございました。まあ、ただそんなマイク・フォードでございますが、先日、オプションを行使して、球団からリリースが発表。まあ、やっぱ今の球団にいてもね、メジャーに上がれないというところで、自由契約になっているわけでございます。で、先の年俸は約 46.8 万ドル、約7200万円。まあ、そこまでね、メジャーになかったんで、めちゃくちゃね、年俸もらっていたわけではない。で、やはり去年ね、ある程度成績残しておりますし、トリプル A でも悪くないので、まあ、どっかしらね、手を挙げる球団が、メジャーでもね、あるんじゃないかなというところで、まあ、日本に来るハードルはね、やっぱ去年成績残してる分、高いかなというところでございます。まあ、ただやっぱ、今、自由契約というところでありますし、まあ、直近までね、マイナーでの実践経験もあるというところでございますんで、こう引っ張ってこれたら面白い選手の一人かなというところでございます。まあ、ちょっと守備がね良くなくてファースト戦というところがありますんで、どっちかというとねパリーグ向きの選手かなというところでございますが、ちょっと今後の去就が気になる選手かなというところでございます。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目はジェイソン・ボスラー。2014年 MLB ドラフト16巡目指名、出身地はアメリカ。1993年9月6日生まれ、30歳、185センチ99キロ、ポジションはファースト、サード、セカンド、ガイア、ユーティリティに守る右投げ左打ちの選手でございます。ボスラーはカブスのマイナーで実績を積み、2018年にトリプル A に8昇格します。オフにトレードでパドレスに移籍するとトリプル A で20ホーマーを記録。しかしその翌年はコロナの影響でマイナーが開催されず、オフに自由契約。それでも2021年はジャイアンツとメジャー契約を結び、4月にMLB デビューすると、22年前はレッツに移籍、36試合の使用も打撃は好調でオーベス 0.811 を記録。しかし昨年は不振でオフに FA となると、今季はマリナーズのマイナーでプレーを続けているということになっております。はい、このジェイソン・ボスラー、まあ、彼に関してはですね、メジャーの経験というのは97試合で2割1分、233打数の49安打10ホーマー、オーベス 0.687 と、そこまでねバリバリメジャーで出ていたわけではないんですが、まあでもね2桁くらいは打っている。で、去年の成績も見ていくと、20試合で1割6分1厘、62打数の10安打3ホーマー、オーベス 0.571 と、あまりね打っていたわけではなかったということになっております。それでも今年のねスプリングトレーニングに招待されておりまして、1試合で打率5割、2打数の1アンダー、オーベス 1.000 と、出番はね少なかったんですが、しっかりとヒットを記録。で、トリプル A ではね31試合3割4厘、112打数の34アンダー4ホーマー20打点、オーベス 0.879 という成績残しております。はい、まあトリプル A ではまずまずねここまで打てているということになっております。まあちょっとねこう日本に来るんじゃないかみたいな噂もちょこちょこある選手でございまして、まあ年齢的にもねそろそろ来てもおかしくない頃、まあ昨年は年俸100万ドルというところでございましたが、まあ今期はマイナー契約、割とねこう現実的なラインにもなってくるのかなというか、まあやはりねこうホットコーナーっていうところを守れて、外野も経験ある、でまあセカンドもねちょっと守っていたっていうところもありましたから、どの球団でもねフィットはしやすいのかなというふうに思います。でやっぱねこう途中獲得というところであれば、そこまでこう実績がめちゃくちゃある選手っていうのは引っ張ってきにくいですし、そういうことを考えると、まあこのジェイソン・ボスラーあたりはね途中獲得の候補とすれば、割とねそれっぽい格の選手にはなってくるのかなというふうに感じますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて4人目はマイケル・チャビス。2014年 MLB ドラフト1巡目指名、出身地はアメリカ。1995年8月11日生まれ、28歳、178センチ98キロ、ポジションはサード、ファースト、セカンド、ガイア、守る右投げ右打ち。チャビスは2016年レッドソックスで MLB デビューすると、主にファースト、セカンドで95試合に勝し18ホーマーを記録、上々のデビューになります。しかし翌年はあまり結果を残せず、2021年4月にパイレーツにトレードされ、そこから好成績を記録し、翌年の22年は自己最多となる129試合の出場となっておりました。そして昨年はナショナルズとマイナー契約を結び、開幕ロースター入りも48試合のみの主張にとどまり、オフに FA、 そして今シーズンはここまでマリナーズのマイナーでプレーが続いているということになっております。はい、このマイケル・チャビス、彼はドラフト1巡目指名の選手、こうプロスペクトの選手でございました。で、 MLB の通算は357試合で2割3分8厘、1106打数の263打42ホーマー、オーベス 0.685 と、まあ、そこそこねメジャーの経験はある。キャリアは2019年になります。デビュー年ですね、95試合で2割5分4厘、18ホーマーでオーベス 0.766 と、こうしっかりね結果を残しておりました。まあ、ただそこからレギュラー定着とはならず、昨年はですね MLB で48試合2割4分2厘、91打数の22安打2ホーマー5打点、オーベス 0.622 と、まあ、全然ね打っていなかったわけではないんですが、ただね出番っていうところもそこまで多くなく、今シーズンもいい契約は取れず、でスプリングトレーニングでも9試合で1割5厘、19打数の2安打1ホーマー、オーベス 0.413 と、あまり結果をね残していなかったということになっております。まあ、ただねトリプル A では28試合で2割7分6厘、98打数の27安打
6ホーマー、17打点、OPS 0.899 と、こうまずまずね、成績を記録。まあ、もともとポテンシャルっていうのはね、高かったチャビス。内外やユーティリティに守れるというところも彼もありますし、打力もね、しっかりある選手かなというふうに思います。で、去年の年俸は100万ドル、約 1.5 億円ほどもらっておりましたが、まあ、今季はマイナー契約でございます。年齢もね、比較的若いというところもありますんで、需要がありそうな選手かなというところではありますし、まあ、それプラスね、メジャーの経験もそれなりにあるというところでございますから、ホットコーナーの候補としては、結構ね、可能性高そうな選手なんじゃないかなっていうふうに思いますが。はい。では次が最後ですね。見ていきましょう。はい。では最後5人目。CJ アレクサンダー。2018年メルビドラフト20巡目指名。出身地はアメリカ、1996年。7月17日まで27歳。193センチ、97キロ。ポジションはサードファーストガヤ。右投げ左打ち。ブレイブス参加でキャリアをスタートさせると、19年は WA に初昇格。しかし、翌年は新型コロナの影響で、マイナーが中心になり、公式戦には賞なし。それでも22年には、WA で好成績を残すと、シーズン途中で全体35位指名権のドラフト譲渡権を得るため、ロイヤルズへ複数人と共にトレードされます。そして昨年は、AAA に初昇格を果たそう。低打率ながらも、10ホーマーを放ち、成長を見せ、今季もここまで、ロイヤルズ参加の AAA で好成績をマークしているということになっております。はい。まあ、最後はね、CJ アレクサンダー。メジャーの経験はない選手でございまして、まあ、去年ね、AAA 含むマイナーで、92試合、2割3分1厘、103打数70安打17ホーマー、OPS 0.773、まあそれなりの成績を記録しておりました。で、今シーズンはオープン戦スプリングトレーニングにも参加、17試合で2割4分1厘、29打数の7安打1ホーマー、 OPS 0.655 で、現在ね、トリプル A では26試合で2割9分7厘、101打数の30安打6ホーマー、 OPS 0.947 と好成績を記録しているということになっております。で、まあ彼に関してはですね、昨年の年俸はマイナー契約なので不明でございます。で、2018年ドラフトなので、今年かな、マイナー FA になるということになっております。まあ、なんで他のね、マイナーの選手よりは若干ハードルは高めになるのかなっていうふうには思いますが、まあでもね、今後含め注目の選手かなというところでありますし、まあもしかしたらしっかりとトリプル A で今後成績を残していけばメジャーにもね、上がる可能性もありますし、今年のオフとかね、日本に来てもおかしくない選手かなというところでございますので、そういう視点でも注目の選手を一人かなというところでございます。はい。というわけで以上ね、5選手見ていきました。最後さっとまとめて終わりましょう。はい。ではまとめていきましょう。今日見ていったのはですね、現在トリプル A で活躍するホットコーナー、一塁三塁をね、主に守る選手ということになっております。で、見ていったのが、ジェイク・ラム、マイク・フォード、ジェイソン・ボスラー、マイケル・チャビス、そして CJ ・アレクサンダーということになっております。はい。まあ今日見ていったのはね、この5選手。まあマイク・フォードに関してはね、今現在、マイナー契約ではなく、自由契約になっているということでございます。まあやっぱね、一三塁を守れる選手っていうところも多数でございますし、まあ大体の選手はね、外野のオプションもついているというところでございます。まあなんで内外や守れるっていうところを考えれば、幅広くね、どの球団でもニーズには合うんじゃないかなというところでございますし、実績ある選手もね、多数いるというところでございますんで、やっぱ猫欲しいなという球団は多いんではないでしょうか。まあなんで今後この中から今季の途中補強、まああとは来年のオフ以降に NPB と縁がある選手が出てくるかもしれませんので、まあその辺も注目かなというところでございます。はい。では今日は以上ですね。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。